おはようございます。TEMS、TEMS、リスニー VOA、日本語、英語リスニング教材サイトです。武漢の医師、中国の新規感染者、ゼロ人、ワウソ、トバクロ。3月21日、土曜日、12時28分配信ワウ。コリア、武漢の医師、中国の新規感染者、ゼロ人、ワウソ、トバクロ。中国湖北省の武漢で、新規の感染者が一人も出ていないと中国当局が発表したことは嘘であると、武漢で勤務している医師が伝えた、提供。ニュースワン、新型コロナウイルス感染症の発生地であり、最大の被害地域でもある中国湖北省の武漢で去る18日、新規の感染者が一人も出ていないと中国当局が発表したことは嘘であると、武漢で勤務している医師が伝えた。20日、台湾の大手新聞によると、武漢にある新型コロナによる患者の隔離施設に勤務しているこの医師は、中国の国家衛生健康委員会、衛健委が武漢から新たな感染者が発生していないと発表したことは信頼できないと主張した。衛健委は18日から19日の2日間、中国で新規感染者は発生していないと発表した。衛健委は海外から逆流入してきた感染者がいるだけで、中国本土で発生した患者はいないと強調している。匿名を求めたこの医師は、武漢の隔離施設の患者が退院できるかの判断をする業務を任されていて、書面を通じてこの新聞社の取材に応じた。この医師は、武漢では引き続き新型コロナの感染者が発生していて、去る10日に習近平中国国家主席の武漢への視察に合わせて、まだ症状のある患者の相当数を隔離解除させたと伝えた。彼は、実際の状況を隠蔽すれば、第二の大流行が起きるかもしれない、と警告した。以上です。ありがとうございました。リスニー VOA でした。